まだ隠れている悪者を表舞台に引きずり出してほしいですね。また続報が入り次第この件は時事ネタコーナーで取り上げていきます。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占しけんけんです。本日もけんけん TV やっていきたいと思います。今日は時事ネタコーナーなんですが、一本は僕が許せない案件になっております。無論どのような悪事でも許せないといえば許せないのは間違いないんですが、今日の一件はマジシャンの技術を悪用した犯罪が最近ありまして、僕も含めて知人のマジシャン関係もブチギレにブチギレておりますので、永遠に社会から消えてもらえるよう僕も動画で話しますから、皆さんも顔と名前をよく覚えておいてください。他のニュースも解説しますので、どうぞ本日も最後までお付き合いください。当チャンネルは YouTube の規約に基づき動画を公開しています。悩み相談は専用質問フォームマカロン、配信はミルダムにて行っています。その他姓名判断や傷公開 SNS など概要欄をご覧ください。フォロー応援ご意見ご感想お待ちしております。はい、ではこの時事ネタコーナーは項目ごとに質問を読ませていただきます。いつもの流れでお願いします。それでは本日の項目です。項目1、マジシャンがマジックを悪用して犯罪。項目2、マイク・タイソン一般客殴打。項目3、水原希子さんが性加害告白の3項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、マジシャンがマジックを悪用して犯罪です。ではコメント読みしていきましょう。ケンケンさん、マジシャンがマジックの技術を使って窃盗をしたらしいです。ケンケンさんは元マジシャンと話していましたが、手口とかわかりますでしょうか。またマジシャンはみんなそんなことができるんでしょうか。それともこの事件の犯人のテクニックがすごいということなんでしょうか。ぜひとも時事ネタニュースのコーナーで詳しい説明をお願いします。はい、メッセージありがとうございます。この件が冒頭で許せないといった事件でございます。まずは怒りを抑えて記事を読まさせていただきます。 MBS ニュースさんから引用させていただきます。自称元マジシャン、高級時計を似た時計にすり替えて窃盗疑い、被害14件、2000万円超えかというタイトルです。自称元マジシャンの男が高級時計を似た時計とすり替える手口で盗みを繰り返したとして逮捕送検されました。被害総額は約2590万円に上るということです。窃盗の疑いで逮捕送検されたのは住居不定アルバイトの四条祐希容疑者25歳です。警察によりますと、四条容疑者は去年10月大阪市内の時計の買取販売店で販売価格約437万円の高級時計を盗んだ疑いです。四条容疑者はマジックバーで働いていた自称元マジシャンで、保証書を持ってきてと言って店員が数十秒離れている間に約1万円で買った似た時計とすり替える手口で盗んでいたということです。四条容疑者は同様の手口で別の店舗でも販売価格約1460万円の時計も盗んでいたということです。警察は4月20日までに14件、約2590万円分の時計などを盗んだ犯行を裏付け、事件送致しました。取り調べに対して、四条容疑者は容疑を認めていて、遊興費に使った、などと話しているということです。という記事でございましたが、まあ舐めてますし、ふざけてるなこの野郎ということで、ニュースサイトや毎日放送のニュース動画には顔写真が掲載されておりませんでしたので、ちゃんと僕とスタッフで顔写真を見つけてきました。皆さんにきっちりと名前とお顔を克明に覚えていただくため、8枚も写真を探してきましたので、動画編集スタッフさん全部拡大して視聴者様が覚えやすいように、僕がこのニュースを話している間どれかを画面内にずっと表示させててください。お願いします。はい、ではまず激怒の感情は置いておいて質問に答えていきますが、マジックにはウォッチスティールという高度な技法が存在します。ウォッチスティールはそのまま日本語に訳すと腕時計を盗むという手品の技術で、これはお客さん相手に演じる方法でございまして、相手が腕につけている腕時計を本人に気づかれないように引っこ抜くという技なんですが、この場合は正直かなりの技量が必要となり、相当なテクニックを持つマジシャンでないと成功しないでしょう。実際僕も日本でいろんなマジシャンの方と関わってきましたが、やっている現場を見たことは一度もありません。海外のマジシャンで動画などで見たことがあるだけです。しかし今回の事件においては全くこのウォッチスティールは関係ありません。しかもミスディレクションを使っていると別の記事に書いてあったので、何か喋りとかでごまかしながらやっているのかと思っていたら、店員さんに保証書を取りに行かせる、つまりその場からいなくなってもらっているので全く技術は必要ありません。おおよそやり方は見当がつきます。まず狙うのは正規店ではなく小さめの質屋さんでしょう。これは店員が少なくないとダメだからです。それと狙い目は高額かつ人気のメジャーブランド、まあロレックスのデートナとか、高い上にスーパーコピー品が手に入れやすいもの限定でしょう。でその場から店員さんに保証書を取りに行ってもらうという名目で一瞬後ろに下がってもらい、その間に持ってきたコピー時計とすり替えるという誰でもできる手法です。元マジシャンと名乗っていること自体ムカつきます。以前水曜日のダウンタウンという番組内で、悪いマジシャンに本気出されたら万引き G メンでも見抜けないという企画がございました。ケン・マサキさんという有名な手品師と、もう一人よくわからない女性手品師
氏が出演されておられました。内容はマジックを使えば万引き G メンにバレないようにスーパーの品を盗めるのかという説でした。結果はどうかというとマジシャンの圧勝。小さいガムを1個とかのレベルではなく大きなネギとか肉とか何商品も盗んでおられました。以前も配信か動画で話しましたが僕も元マジシャンですからこの説の結果は余裕で分かっていました。いくら万引き G メンの方が有名で経験があろうともマジシャンが使う道具や技法を知らないので赤子の手をひねるくらい余裕でマジシャンが勝つだろうと予測していましたがやっぱりその通りになりました。この時もケン・マサキさんは腕が1本増える偽の腕でカートを引いておられました。要するに一般の方からは全くわからない未知のアイテムなどを使用しますからマジシャン以外を騙せても当然なんです。今回の時計のすり替えでしたらこの四条勇気容疑者でなくてもマジックをかじった人間でしたら誰でも可能です。本日の質問文の中にこの事件の犯人のテクニックがすごいということなんでしょうかとありましたが全くそんなことはありません。マジシャン元マジシャンであれば誰でも簡単にできる技術です。しかしなぜそれをやらないかは簡単な答えでみんなマジックをそんな風に使用してはいけないという道徳心があるからです。水曜日のダウンタウンの説通りマジシャンだったら誰でもバレずに万引きや今回のすり替えなどは可能ですがやりません。当たり前です。この四条勇気ができたのは技術がすごいわけではなくただ単にモラルが欠けているだけ。人間的に腐っているからそういったことができるんです。四条勇気はこの四条勇気はここまで言ったら皆さんも名前とかを覚えてくれたでしょう。ちなみにこいつはツイッターも探偵四条という名前でやっています。まだ逮捕中だからかツイッターを削除できていませんでした。こういうゴミはマジック業界の面汚しですから今後も目いっぱい拡散していきますので皆さんもどうぞぜひご協力をお願いします。それでは次の項目です。項目2、マイク・タイソン一般客殴打です。ではコメント読みをしていきましょう。マイク・タイソンが飛行機で後ろの席の人間を殴った動画を先生は見られましたか？ウィル・スミスからこのような事件が重なりますが、この動画を見た限り、タイソンはかなりおちょくられていましたから、やられてもしょうがないと思いますが、先生はどう思われますか？はい、メッセージありがとうございます。僕もこの動画ツイッターで出回っていたので見ましたが、まず記事を読んでいきましょう。ザ・ダイジェストさんより引用させていただきます。マイク・タイソン航空機内で男性乗客の顔面殴打、海外メディアは若者が挑発行為をやめなかったと指摘というタイトルです。プロボクシング元統一ヘビー級王者マイク・タイソン氏米国に関するある動画が物議を醸している。米メディア TMZ など複数メディアが報じたところによれば、現地時間4月20日夜にサンフランシスコ国際空港からフロリダへ向かう航空機内で男性乗客とトラブルになったタイソン氏は後部座席にいたその乗客を数発殴打したというのだ。一連の様子が他の乗客が収めた動画でも公開され、あっという間に問題が拡散。元世界チャンピオンの暴力騒動だと一部で問題視されている。男性は病院で治療を受けた後に警察へ訴えたとしている。もっともタイソン氏と関係者はすでに声明を発表。彼らは残念ながらタイソンは攻撃的な乗客と飛行中に嫌がらせを受けた事件にあったと説明し、当該男性乗客がひどく泥酔し、挑発的な態度で接近。飲料水入りのペットボトルを投げられ、勝手に写真を撮影されるなど嫌がらせを受けたと強調。その上でタイソンの忍耐力も限界に達していたと主張している。事実男性が俺と勝負しようぜいつでもいいと挑発的に絡む様子も動画で拡散されており、タイソン氏側の主張は正当性が取れている。無論このヘビー級のレジェンドが機内で起こした騒動は各国メディアでも小さくない話題となっている。スペイン紙マルカがこのファンは元ヘビー級チャンピオンに嫌がらせをし始めた時、おそらく何も考えていなかったマイク・タイソンにペットボトルを投げつけたらどうなるかだと伝えれば、イタリア紙ガゼッタ・デロ・スポーツはボクシング界のレジェンドはひどく酔っ払っていた乗客に苛立ち何度も殴り出血させたと報じた上でこう続けている。鉄腕マイクは当初は当該男性とその友人に対して友好的に接していた、サインにも応じていたと伝えられている。だが酒を飲んで気が大きくなった若い男性が挑発行為をやめなかったのだ。タイソンは落ち着くように言ったが必要に絡まれた末に殴ってしまったのだ。なおこの件に関してサンフランシスコ市警察の広報はこの騒動一連の様子を収めた動画はすでに確認済みだとし、問題の映像は調査権を持つサンマテオ郡保安官事務所に転送していると発表。引き続き捜査が行われる模様だ。果たしてタイソン氏は罪に問われてしまうのか、今後の調査の結果を待ちたい。これは僕も動画を何回か見直しましたが、さすがに自業自得という気がします。もちろん暴力を肯定しているわけではありませんが、あまりにも後ろの乗客がひどすぎますね。挑発しすぎですし、相手は有名プロボクサーだからおそらくは自分は殴られないだろうと想定してめちゃくちゃしています。ペットボトルも投げていますし、自ら勝負しようぜとほざいているので、これは殴られても仕方がないのではないでしょうか。ひょっとしたら殴られるの待ちで示談金狙いだったかもしれません。
動画を見ていない皆様は拡散されてどこでも見れますので、ぜひ一度ご覧ください。暴力はいけないのはわかりますが、タイソン氏の後ろの乗客、まあさすがに殴られても当然だよなという考えを持つ人が多いのではないでしょうか。タイソン氏が本気で殴ったら相手も即死ですから、無論加減はして殴っています。賛否両論あるかもしれませんが、あの状況を動画で見ていると、僕も本日の質問者様と同じく、今回の事件においてはタイソン氏の擁護派ですね。それでは最後の項目です。項目3、水原希子さんが性加害告発です。ではコメント読みをしていきましょう。今世間では MeToo 運動が流行っていますが、水原希子さんも被害に遭っていたそうです。これを機にどんどん隠れて悪事をしていた人間に天罰を与えていってほしいです。水原希子さん以外にもメジャー女優さんもそういった被害に遭われているのでしょうか。はい、メッセージありがとうございます。ちょっとこの件に関しては全く知らなかったので、記事を先に読んでみましょう。日刊現代デジタルさんより引用させていただきます。水原希子が告白、新たに女優さんにも告発、映画界の性加害者たちに共通する悪辣手口というタイトルです。映画界の性加害告発は底なしの様相だ。女優の水原希子31歳は発売中の週刊文春で映画彼女に出演した際、プロデューサーの梅原春雄氏61歳から不必要なアンダーヘアの露出を求められたことを告白。同作にはインティマシーコーディネーター、性的なシーンなどで制作と俳優の仲介をするが起用されたものの、プロデューサーの圧力で機能しなかったという。また発売中の女性自身では、映画監督の榊秀夫氏51歳による性加害についてさらに3人の女性が告発。細い路地に引きずり込まれ、口で性処理をさせられ、ことが終わると大丈夫と家まで送ろうとしてきたという。榊氏に関しては計11人が被害を明かしている。そんな性加害者側の行動にはある共通項がある。加害後に何事もなかったように話しかけたり、榊氏も木下ほうかも飲みに誘うなど、被害女性側に連絡をよこすのだ。家族問題評論家の池内博美氏は、事件を正当化する後工作、手口が相当慣れているとし、こう続ける。過去を正当化するために加害者はその後も連絡を取ろうとします。彼らは事件後に連絡をしたら返事があったから、グッドコミュニケーションを取っているから、双方合意の上だったという至極勝手な理屈で性加害をなかったことにしようとします。これはすでに性交体験がある人の手口なので、自分では覚えていないほど繰り返している可能性もあります。榊監督たちが狩り場にしていた映画のワークショップは、加害者が先生で相手はほぼ新人、業界歴が浅く、女優同士の横の連携がないからなかったことにしやすかったのです、という記事でした。この方法は榊監督らだけでなく、性加害や強姦した人間などはよく取る手法です。無理やりそうした事実を消すために、その後も仲良くしてあくまで和感を主張するやり方で、非常に卑劣なやり方でございます。今回水原希子さんのようなメジャー女優さんがこの件に立ち上がりましたが、おそらくは他のメジャー女優さんもたくさん被害に遭っているはずです。今回の記事にあったように、新人だった時、若かった時、売れる前など、業界のことが右も左もまだわからない状態の時こそターゲッティングされやすいでしょう。しかしながら、今現在一流どころになっていたり、売れている場合はイメージが崩れてしまうことも考えてなど、なかなか声を上げられる人はいないと想像できます。もちろん卑怯者の監督や俳優らは後で告発されないという予測のもと、こういう行為を行ってきましたから、卑怯すぎる人間たちでございます。今後も一流どころの女優さんたちは、過去にこういう被害に遭っていたとしても MeToo 運動に加わりにくいことはわかりますが、まだ隠れている悪者を表舞台に引きずり出してほしいですね。また続報が入り次第、この件は時事ネタコーナーで取り上げていきます。はい、というかで、本日も最新ニュース3件に対する質問に対して返答させていただきました。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムでやっております。配信アーカイブは占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルをご覧ください。傷公開は詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を募集しており、 Twitter ではチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に週1質問コーナーをやっています。動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。